はい、こんにちは、入江くんです。いつも動画ご視聴ありがとうございます。キノコ伝説やっていきましょう。はい、今日の動画の内容なんですが、皆さんびっくりしないでよ。めちゃくちゃお得な情報を仕入れてきました。なんとずっと何度でも課金額の 15% を還元します。ゲーム内課金で使えるクーポンで還元される仕組み。例えば1万円課金すると1500円のクーポンをもらって、それをキノコ伝説に使えるんだって。いや、そんなことってありえるの？いや、本当なんだって。これやばいでしょ。かなりお得だと思いますよ。で、課金のことでもう一つ、1120円分のクーポンをプレゼント。え、これまさかタダでもらえるの？タダでもらえるよ。例えば広告免除パスって、1600円かな。ですので、このクーポンを使えばなんと480円で買えるんだって。 70% オフ。はい、後でね、もう少し詳しく説明します。はい、それではまずお得な課金方法のやり方を詳しく話していきます。はい、まずアプリストアなんですが、iPhone 使われてる方は App Store、そして Android 使われてる方は Google Play、 こちらをよく使われてると思うんですよね。で、今回紹介したいのが Huawei さんの App Gallery というアプリストアです。Huawei はさすがに皆さん知って、あ、知ってる！何が有名？スマホ、タブレット、はい、正解。補足しますと、例えば自分で使ってるスマホタブレット以外にも、皆さん外食しに行くと、よくテーブルに注文用のタブレット置いてありません？入江くん、この前ご飯食べに行ったらファーウェイ社のタブレットでした。そういう飲食店とかいろいろなところで使われております。ですので、ファーウェイは日本でも有名なんですが、アップギャラリーの方は、結構知らない方もおられるかもしれません。はい、ちょっとこちらご覧ください。キノコ伝説の公式 XTwitter から飛べるリンクです。はい、ここにしっかりとアップギャラリーが載せられております。ですので、アップギャラリーはキノコ伝説公式に認められておりますので、安心してご利用することができます。ですので、まずこのアップギャラリーをインストールして、そこからキノコ伝説をインストールすることになります。え、今他のアプリストアからキノコ伝説インストールしてプレイしてるんだけど、アップギャラリーのキノコ伝説はそれと同じキノコ伝説なの？大丈夫、全く同じキノコ伝説なので、もちろん連携することで今使っているキャラクターをね、このアップギャラリーのキノコ伝説でそのまま使えます。はい、ここまででわからない方はいないです？いる！あなたわからない？お任せください。こちらキノコ伝説アップギャラリーの公式ディスコードとなっております。はい、わからないことがあればここで何でも質問してください。え、インストールできないとか簡単なことはダメ？ダメじゃないですよ。もうわからないことは何でもいいので、ここの質問所で質問してください。はい、こちらのディスコードは概要欄に貼っておきますので、皆さんぜひね、ご参加ください。入江くんも参加してますので、皆さん絶対ここ参加してくださいよ。お願いいたします。はい、それでは次にアップギャラリーのダウンロードの方法を説明いたします。はい、まずは Android 端末の方ですね。軽く紹介しますと、アップギャラリーをインストールして、ファーウェイ ID を作成、そしてアップギャラリーからキノコ伝説をインストールする。はい、手順はこんな感じです。あと注意事項で、すでにインストール済みのキノコ伝説をアンインストールしないとアップギャラリーからインストールできない場合があります。その場合は引き継ぎ用 ID とパスワードのメモを忘れないようにしてください。まあ、基本的にキャラを引き継ぐ方は ID とパスワードをね、メモしておいてください。はい、それでは一度どういう感じか見ていきましょうか。はい、まずこちらの QR コードをスキャンしてください。そしてダウンロードしたここをタップします。はい、そうしますとアップギャラリーをインストールしますか出てきますよ。皆さんどうします？インストールする、間違いない。はい、そして利用規約ですかね、同意してここを
タップして開きますと、なんと、はい、インストールもう終わりました。めちゃくちゃ簡単でしょ。もちろんうまくインストールできない方は概要欄に貼ってあるディスコードの質問所で質問したらインストール方法を教えてもらいますので、わからないことは何でもディスコードの質問所で質問してください。はい、次にキノコ伝説のインストールの方法なんですが、ここの検索のところにキノコ伝説と入力したらね、もうすぐキノコ伝説が出てくると思います。そちらをインストールしてもらえればいいかと思います。はい、あとアップギャラリーを使用するときにファーウェイ ID が必要なんですが、その ID の登録の仕方も紹介しておきます。はい、画面の右下の自分を押した後に1番のファーウェイ ID にログイン、はい、そして新規登録を押して同意する、そして生年月日を入力します。そしてメールアドレスか電話番号どちらかを選択してください。はい、そして入力が終わると、なんとファーウェイ ID 登録完了。めちゃくちゃ簡単でしょ。はい、もちろんここでもわからない方は概要欄のディスコードで質問してください。はい、それでは皆さんが一番気になってるのは 15% 還元クーポンって本当に何度でももらえれるのと、本当なの。はい、軽く手順を紹介します。はい、ではこちらダイヤ商店、一番下の 48,000 の、ダイヤがありましたと。これを購入したい場合タップしますよね。はい、ここを見ますと、こちらはクレジットカードを追加、クレジットカード購入ですね。キノコ伝説勇者と魔法のランプアプリ内課金で 15% 還元。はい、これで支払うことによってもう簡単に 15% 還元クーポンをもらうことができます。じゃあ例えば 48,000 の 15% 還元クーポンでいくらなのって、皆さんわかる？わからない、任せてください。イレ君わかる。なんと7200円。これが今回だけじゃないよ、常に 15% 還元クーポンとしてもらえます。クーポンはもちろん利用期限とかありますので、そこら辺はね、ご確認ください。あと不具合か何かでこのキノコ伝説勇者と魔法のランプアプリ内課金で 15% 還元、こちらが書かれてないよという方は、先ほどまでの通り概要欄にディスコードが貼ってあります。そこの質問所で質問してください。よろしくお願いいたします。はい、あとですね、こちらファーウェイさんにアップギャラリー招待クーポン券をいただいております。はい、画面の受け取りボタンをタップしてクーポンを取得してください。あと期限があります。取得日を含む7日以内にお使いください。はい、こちらもうまく受け取れない方はディスコードの方で質問してください。この1120円クーポンやばくない？これただただ受け取って使用するだけで1120円お得になるんだから。はい、ではこのクーポンもどういう風にして使用するのか見ていきましょうか。はい、例えば無課金の方でこの広告免除カードを購入してない方って、今見てる方でいますか？いる！あなた1120円クーポンがありますのでめちゃくちゃお得に購入できます。え、ここに1600円って書いてあるけど、これより安くなるの？いや、もう安くなるというかかなり安くなります。はい、タップしますとここクーポン1120円って書いてありますよね。はい、これが効果中と。でここを見ると480円を支払うだって。え、これもともと1600円だよね。この1600円がこの1120円のクーポンを使うと480円で購入できます。これはかなりお得だと思いますよ。本当にこれはおすすめします。はい、ということでして、アップギャラリーのキノコ伝説から課金するとめちゃくちゃお得に課金できます。 15% 割引はもう常にだからね。例えば1000円課金したら150円クーポン、1万円課金したら1500円クーポン、そして10万円課金したらなんと1万5000還元クーポンもらえます。
リスナーさんに聞いたら100万円課金してる方もいましたからね。100万課金なら15万還元クーポンもらえるの。めちゃくちゃお得だからね。ぜひ皆さんこのアップギャラリー版キノコ伝説から課金してみてください。このお得感がね、実感できると思います。はい、ちょっと場面変わります。こういうガチャで装備を取ろうとするとやっぱり課金しないとね、なかなか取れないと思います。で、こういう時にアップギャラリーのキノコ伝説から課金してると常に 15% 還元クーポンがもらえます。これ毎回使うとなるとかなりの額がお得になると思いますよ。ですので、こういうガチャをね、結構やられる方は特にね、アップギャラリーのキノコ伝説から課金してみてください。めちゃくちゃお得です。はい、ガチャのところ来てますので、入江くん、このガチャ50連やっちゃいます。はい、50連でペペジンギ取るからね、いきます。はい、まず10連目出てない。ペペジンギはない、外れだわこれね。はい、20連目いきます。これは出たんじゃないの。出てないね、出てない。30連目いきます。出た。え、これペペジンギだよね。違う、なんかちょっとちっちゃくなった。こんなんだっけ。合ってるよね、これペペジンギですよね。はい、ペペジン、違うやん、覚醒推奨やんこれ。まあ中あたりなのかな。まあなかなかね、ペペジンギは出ないから。これ何十連した、もう興奮して忘れちゃった。次40連目かな。はい、これは出てないね。はい、じゃあラスト、出ないでしょさすがに。絶対出ない、さっき言った。はい、出ません。出た？出てない。はい、50連したけど、残念ながら出ませんでした。でね、こういう時皆さんどうするの？ガチャチケット買うんでしょここで。で、さっきも言った通り、アップギャラリー版のキノコ伝説ですと毎回常に 15% 還元のクーポンがもらえますと。はい、ですので皆さんぜひね、アップギャラリーをインストールしてみてください。概要欄に貼ってあります。で、 iPhone の方、今動画見てる方でいないでしょ。いる、いる、あなた、あなた大丈夫。一応ね、可能ではあります。ちょっと読みますね。 iPhone ご利用の場合、基本的な流れは同じですが、以下が必要。アップストアではアップギャラリーのインストールができないため、エミュレーターを利用する。はい、エミュレーターというのはよくパソコンでね、入江くんも使ってるんですが、ノックスとかね、ブルースタックスとかありますよね。そちらを利用すると、さっき言った Android 端末のやり方で普通にできるんですよね。ですので、普段ゲームするときはね、iPhone の方でゲームして、課金する場合だけパソコンのエミュレーターとかで、アップギャラリーをインストールしてね、そちらのキノコ伝説から課金すると、常にね、15% 還元クーポンを受け取ることができます。そしてもう一つのやり方が、安価な Android 端末を購入して課金用として利用する。はい、今安い Android 端末っていくらぐらいで売ってるんですかね。数千である？あるの？あるんだって。ですので、それをね、購入して課金するときだけね、その端末を使うと。15% 還元クーポンをね、常にもらってると、この安価な端末代ぐらいはね、回収できると思いますので、そういうやり方もいいかと思います。はい、いろいろ説明してきたんですが、わからない方は、そう、正解、ディスコードの質問所で質問しますと担当の方が返信してくれます。概要欄にディスコードのリンクを貼ってありますので、わからないことは何でも聞いてください。はい、ということでして、今回はお得な課金方法の方を紹介させていただきました。はい、皆さんどうですかね。アップギャラリーの方インストールしてくれる方いますかね。いる。はい、正解。こんなお得な方法ないからね、ぜひ皆さんアップギャラリーのキノコ伝説から課金してね、常に 15% オフクーポン受け取ってください。あと1120円オフクーポンもありますので、ぜひねゲットしてください。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。それでは次回の動画か生配信でお会いいたしましょう。